お疲れちゃんです。ラットです。そしてヘイヨーケンズメジです。ヘイヨーというわけでお久しぶり。久しぶり。ラットチャンネルで撮るなんてもうね、多分書き以外じゃない。いや本当にそれ以来の、まあ、しかも今回ちゃんとしたね。確かにわちゃわちゃじゃないですか今回。あのわちゃわちゃじゃない、ちゃんとしたね。反省した、わちゃわちゃは反省したケンズコラボというわけで、今日ねやっていこうと思うんですけど、うん、今日は、久しぶりに、まあ、あったからこそには、うん、ガチバトルでね分からせないといけないんですけど、うん、ガチバトルはあのさっきケンツチャンネルで、ね、うん、やっ、ね、撮りまして、うん、はい、まあ、結果はね、まだ皆さん見なくても分かると思うんですけど、まあ、黙っとけと、まあ、一応ね、はい、一応ね、はい、見てください、はい、というわけで、ガチバトルやったんでガチバトルなんですけど、ちょっとね遊び要素を入れた、はい、2枚指定のねガチバトルをやろうかなと思います。逆版ね。逆版、はいはい、2枚指定して、例えば俺はボンバーとヒール入れてきたら、そう、あとはボンバーとヒールを絶対入れる。そう、そういうことですね。3試合ともだね。3試合とも、まあデッキの中身は変えていいけど、その2枚はまあずっと統一で、なるほどね、やっていくかなと思います。だからいつもは僕4枚指定でやるんですけど、うん、結構勝てないんですよ僕、うん、センスがないらしく4枚指定、うん、なんで今日は2枚にしましたんで、ね、なるほど、はい、立ちたいなと思います。どうしようかな。よし、で、そう迷うんですよね俺はね。マジもう決まった？決めたかな。あ、まあ僕もちょっとこれとこれかな、やっぱこれ、はい、決まった。じゃあせーので言えばいいな。あーか、まあ、順番でも。じゃあラッパリー。うん、じゃあ俺は、うん、矢の飴と、うん、ミラー。オッケー。俺はゴレとラバ。あー、そっち系ね。そっち系ね。え？珍しい。なるほどね。いや、面白みをね。ああ。なるほどね。ユニット送ってくるタイプね。そう。で、ってことで、まあ適当に。ミラーと、ゴルとラバ。ミラーとヤナメか。よし。ゴルとラバか。でも勝てそうだな、なんか。ゴルとラバって結構、なんかありがたくない？まあね。よし。こんな感じで、まあ、組んで、ちょっとまずね、俺このシステムを理解するための様子見から入る。そうだ、初。ヤナメとミガね。そう、絶対入れてくれたらもう何でもいい。いいよ。俺準備できた。ちょっと早いですね。ちょっと早いですね。まあ。よし。でラットと、まあ、普通になんだかんだ仲いいよ。いろいろあったものの、全然ね、みんなが思うよ。会うことがないから。そう、シーズン2はリーグで当たりてぇな。うん。KO 一番ちゃったけど。うん。でもね、ラットが負けておるとこ見ると、みんな、あーってなるよ。じゃあ、負けさせないで。ジャックのやつ見てたときにさ、うおーっつって。ラット多分へこんでるやろな。よし。まあね、よし。そう。いや、できた。いきます。いや、マジで OK。2枚入れてればいいから。うん、OK。いいよ。まあ勝ったねっていう。よし。まあ BO3 って感じで。はいはいはい。よろしく。よし。よろしく。ゴルとラバ入ってるからな。まあ大体の他のカードは大体一緒だよね。まあ確かに。うん、まあバレるね。てかまあゴルラバ入ってるからこそ、あっちはインフェルノタワーとか、うん、まあインドラーカーが入ってるかな。というわけで、リガー。あ、わかったかも。わかったかも。わかった。大型相手にリガーシュ絶対、え、何これエレキとリガー見ないな。で僕がヒールとヤナメ入れてるんで、あー、なるほどね。ちょっと厄介ですね。バルーン、なんでキスだ。え、マジ、あー、なんか辛いかも。めっちゃ辛いかも。頭良くない俺、さては。え、パルチェバルーンか。うん。なるほどね。とはいえ。まあ。ふう。矢波あるから、こっちからしたらあんまラバー出したくない。ね、かぶったよね、いい感じに。うん。よいしょ。はいはいはい。ボンディガーは、まあ無視して、まあ勝ちに行きますかね。よいしょ。これ、さあ、うん、ラバ止まんなくない？あー、なるほどね。なるほどね。そういう系ね。え？結構いじめられてない、なんか。あー、なるほどね。よし。
マジ？ワンチャン負けそうなんだけど。え、でも今トルネサ行ったから、あれ買ったくね？ケズイ選手、ミラーを必死に使っていくが苦しそう。まあごめん、ちょっと一旦待て。さては、指定カードやったことない。指定バトル。ない、初めて。あ、そうなの？マジ？マジで。結構楽しいけど。本当に？いやー、勝てますね。もしこれバルーンさえ止めてくれれば、ディガーは、いやーやばい、ワンチャン、ワンチャンおられるかな。いや、ファルチがマジ厄介だな。あー、なるほどね。で、これトルネで、あー、やばい、なんか負けるかも。いや、でも、このラバとゴレの微妙な削りで、勝ちたい。これは勝ちたい。なるほどね。頑張れ。まあ。ミニ残りがちょっと厄介。よいしょ。いやでもこれは勝ったっすね。多分。よいしょ。お、やばい。待って。マジやばい。なんか飛んできた。もう一手飛んできた。やばい。よいしょー。何かこのままありますか、フラット選手。ゴゴチャバルーンの、ゴゴチャバルーンのミラーと矢の雨添え。なるほどね。え、これさてはさ、ね、積んでね。いや。だって、ゴガガが入ってんだね。いや、あ、まあ、それはか、それで勝てばいいだけでしょ、だって。そうだよ。あ、俺がこれ使うとは限らないよ。まあ。さて。なるほどね。なるほどね。そういう系ね。IQ 高いからな、俺。いやちょっとうまいな。ちょっとうまいっすね、これは。ちょっとうまいな。なるほどね。なるほどねって感じ。なるほどね、だけど、もうこっちからしたらちょっと勝ち方がわかんねえな。詰んだ。だって、え？これさ、うん。詰んでるくね、結構。身が嫌なの完璧考えてこ逃げよ。なるほどね。身が嫌なね。ヤマメっていうのはちょっとね。あ、やばい、ラバ外してた。やばい。うん。まあ勝てばいいからそれに。ってなると。よし。まあ、こんなもんですかね。さっきの反省を踏まえて。ほう。まあ、これはちょっと欲しいって感じかな。というわけで、いきましょう。まあ、ゴレとラバ。オーケー。ヒールとヤナメ。ヒールとヤナメじゃなくて、ね、ミラとヤナメでしょ。あ、ミラとヤナメだ。でもなんか、あれかも。今回勝てないかもしれない。なんでだよ。ファルチインドラでしょ。ファルチインドラ取るね、バルーン。なるほどね。オッケー、よろしく。よろしく。まあでも、まあでもですかね。こっから2勝すればだね。はい。でもゴリラバットなんか一回動画で使ってなかった。ゴリラバット強いんですよって言って、うん、一回やったこんな感じのデッキでも。本当、うん、ダクネとビビメガゴ入った。ギガがね、邪魔だね。うん、大事。中型でも入れる隙がないもんね。そう、中型入れるぐらいならギガプラスのなんかみたいな。あ、マジ待ってくる、うん、大型と知ってて待ってくる。ああ、腐ってる。今、ヤナアメ咲いたんでね。ドキよ、マジで、ヤナアメ。本当に邪魔だけど、ラバだから、ヤナメがちょっと厄介っていう。よし。いや、なんかでも、形的にはいい感じですね。しかも今、ヤナメ咲いてるから、相手。で、トレーナーあるかも。よいしょ。あれ？めっちゃオシャレなデッキにしてきてるやん。落ち着け。まあ、僕の予想では多分スケラだと思いますね。インフェバルキリーのフリーズスケラぐらいしか合わない気がします。
で多分これはもう買った説ないですかね、これあの甘いこれ買った説あるさ、インフラタワーがないから困ってるなんかレベル高いやつ来たワンチャントルネでキング持っていかれるとやばいけど、あインフェが入ってるからトルネがないですね。もうバッキーどこ行く？いやーなんかあれっていうこんな感じで勝っていいのっていう勝ち方ちょっとしちゃってますね。なるほどね。はい、なんかゴルとラバがなんかいい感じになってる。なるほどね。行きましょう。ああこのスキャラがちょっと厄介ですね。しかもフリーズ持ってるんで。ライドラどこ行け？ライドラめっちゃ活躍してくれるっすね。まあ、これ気持ち落としときたいんでね。まあ、でもこの後レベル10ぐらいのあのなんか高いやつが降ってくる。しかもちょっと早いって。よしよし。まあまあまあ。あこれあれだな、ラットから逆かなもしかしたら。あこれはあのもう売買せざるを得ないですね。なるほどね。はい。でこれちょっとあのキングがよろしくないですね。キングがよろしくないんで、ザップを持ちで、はい、ザップを持ちで、そしてからのインフラタワーで咲いてる。あやばい、待って、ザップ使った、やばい、ちょっと待って、ちょっと当てないで、お願い当てないで。あ待って、違う違う、フリーズ落としたの、フリーズで勝っちゃうの俺。待って、何してんの俺。ああ、ありがたいですね。今マジで優しさが。ちょっと待って。ああ、いや、フリーズ打とうとしたんだけど。まあ、見ての通り僕の勝ちです。まあ、一日ですね。今でもフリーズ打ったら俺も勝っちゃうんだ。あれってなるよね。うん、あれ回ってないってなる。よしよしよし。いや、違う、これで相手がどういう点数をしていくかまず見る。で、二択なんや、ここで。どうしようかってやつかなってことね。まあね。どうしようかって今思ってますね、僕は。でも、ここで、でもこういう系でいくと、勝てますね。はい、もう、読めた。こう。で、これをメインでいきたいんで、結構ね、いじるというか、いい感じにしたいな。中身がむずいな。中身がむずい。やばい。いや、考えます。今これ、こっちにしようと思いました。こっちに。で、これがあれば勝てるんで、これ入れて、まあ、こんな感じですかね。もうなんか、考えることをやめたまであるですね。よし。で、こういうの入れとくと、多分相手絶対きついんで。オッケー。いや俺もオッケーかな。これ面白いね。でも意外とこのルール2枚がちょうどいいと思う。読み合いが正直4枚だと、うん、ちょっとね無難なデッキになるでしょ。なんかもうえ一番ひどいの何があった？ヒール、あマジでステレ4枚来た時レイジーヒールミラー、クローンとかえぐ、うん、どうしたラバーにしたの？あとかなんか入れたりで、その指定をされたってこと、そうしないの自分は。いやなんか俺もするんだけど、なんか下手くそなの。ガゴムレ上げて矢の目入れたら、うん、ステレが5枚になってた。取ってますか、ね、2枚指定の BO3 の11状態、はい、あ出た11状態、11っすね。あっちさあ延長戦でございます。延長戦勝ちたいと思います。いや矢の目上げたけど、後々気づいたら僕矢の目上げた方が良かったですね。ほんまそれな。うん。あーすげえ、そういうタイプか。高回転目っすね。いやでもまあ僕はね、ゴルとラバって大型がメインなんで、やっぱ後半までね待てればいいかなと思います。邪魔か。後半まで待とうと思ったんですけど、矢の目裂かれたんでラバ行きます。それがね本当に邪魔なんだ。あーマスケットまあ入るであろうって感じ。多分これを処理できないと思うんですよ。多分ね。結構きついですね。よしよしよし。よし、これは、ああ。なるほどね。遊んでる？遊んでる。クラクラしに行きました。結構強いな、しかも。でもね、これですら2枚咲いたんで、僕はもうゆっくりこれで。勝てそうじゃないですか、これ。まあ、説あるな。
あったら、あったらいいのか悪いのか。よし、なるほどね。あー、ちょっと頭いい。クロスか、そういう系ですね。なんでもこれは多分勝てるんじゃない、これでババとか来ない限り。あーあー、イースケやばい。でも俺ゴレが多分結構いい、結構良くない。しかもあー、マスケが、よしよし、まあ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 、でも多分相手ホバリングとブートの処理がきついんで勝てそうですね。問題はラバーが腐るからきついぐらい。さあ、いやでも勝てそうだね、勝てそう、気持ちこれ若干強要して、ああ、辛いんですけど、これあのさすがホバリングがもったいないんで、ホバリング生かします。ああ、いやー、押し上げテストがやばい。いやでも気持ちいい、このラバ削り。いや待って、これやばいかも。なんかえ、めっちゃいいデッキ使うじゃん。なんか頭いいよ俺。やばいや殺意はいない。早いだろ今の、今のは早いな。これでもいや、これやったかなワンちゃん。なんかこれなんかいい感じに守られると怖いっすね、ちょっと。いやでも多分剣つきついから、これ、これ買ったせつあるな。よいしょ、おいー、ミニペガ、ミニペガやってる、ミニペガ走れ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 、もう一手来た。あ、やばい、俺の殺しに行ったのに、やばい、倒しに行ったのに負ける、ミニペガ邪魔。やばい、まあ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 、このエリポン2個がやっぱきついですね。遊んでる。バレ、まあでも、まあでも、やっぱ、きついはずだから、気合でいきます、気合で。気合でいきます。あ、本当か。結構ガチで勝ちに来てるやん。なるほどね。ここまゴル浮きして、クロス対応する、あー。ここ一回置きますね。ここのマスケってか、ここで2周目クロスが怖いっすね、マジで。僕からしたら。やばい。暇なんだけど。まあまあまあ。待って。やばい。やばい。やばい。OK。危ない。危ない。ここクロス耐えて。あ、やばい。待って。なんでなんでなんで。やばいやばい。ちょっとやばい。けど、よしよしよし、言うてっすよ、だって相手エリポン2個あった時に僕落とされなかったんで、言うてみたいなとこありますね。ああ、なるほどね。これはもうこっち側をやっつけていきます。多分これが止まんないって説ある。でここで あれが来るんで、メンペが来るんで剥がします。剥がして、でうっ、えめっちゃいいザップじゃない、えうまくない、なんか、俺。あれ、ケツです、選手。あー、待って、ブートが。ドホバ行ってる。キュキュキュ。え、しかも、アイスピどこ、アイスピどこ、アイスピない、アイスピない。そんで、きなりアイスピなどない。来た。うえーしゃっ。これね、多分ね、俺の立ち回りがやってた。え、でもね、難しいな、これ。GGGG。でも、多分俺のデッキチョイス、神がかってんだよ、俺。いや、でも、マジで、俺、デッキ作るセンスないなと思いましたね。選ぶカードも。これな、いや、ね、ディガ入ってるけど、中型呪文ないじゃん。うん、エリポンがまだ強いと思ったね。で、ミラーカードがエリポンと相性いいじゃん。うん、で、ワンチャンポンプクラスで、ウッドと雪玉咲くの痛いけど、まあ、ヤナメ、あと、うん、まあ、アリちゃん、ラバー持ってるし。で、マスケを変えるべきだったかもしれない。ファルチャとかにしてたら。うんうん、確かに、終わってる。でも、ムートとか、怖いなと思ったからアイゴレンとかミニペンにした。めっちゃいい、ね、まあ、まあでも勝ったら僕なんで、まあね、まあね、勝者が強いです、ね、謎にせるな。レブガーからしたら超面白い感じがする。謎にせりましたけども、まあね、うん、まあ、ゴレラバ指定は俺ゴミがちょっと強いな、うん、ラバは、うん、俺も誰かにこれしよう、パクる、パクる、パクる。
ゴリラバックスで指定して、まず最初大型メタのバルーンから行くんや、ハゲチンドルとか入れて、うん、これやばいね。そうだ、だからこの3種類結構ぽいよね、うん、めっちゃセンスいい。ありがとうございます。はい、というわけでまあね、ケンチチャンネルでもその動画撮ったんでね、うん、そうだね、それガチの B 良すぎ、はい、なんでぜひそちらもね見に行ってください、うん、概要欄にねチャンネル貼っとくんで、これなんかね、はい、鍛えられるよ、多分デッキメイクの、うん、いいんじゃね、うん、いいけどプレイ終わったらえ、難しかった、うん、もっとクロス逆サイガンガン置いてって言えば、うんうん、攻められるたび多分やられてるから、ね、エリポン置く快感を覚えてしまった、うん、建築に走ってたね、建築に走ったはい、というわけで、はい、というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ではバイ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 。